はい、皆さんこんばんにちは、ラヨです。今回は8月12日にリリースされた新作タイトル、ロハン M の火力に関わる戦闘力の上げ方について攻略を紹介していきたいなと思います。まずね、そもそもロハン M ってどんなゲームなのって、私も始める前にね、公式サイトとかいろいろ見てみたんだけど、このシステム紹介のところに究極の装備を鍛え上げ最強をつかみ取れって書いてあって、あーなるほどね、なんかよくあるね、お金と鉄鉱石をいっぱい集めて、まあ装備鍛えていけばいいんでしょみたいな、まあそんなゲームなのかなって思ってたんですけど、これが全然違ってて、また後でね詳しく紹介したいなと思うんだけど、この装備の強化のシステムね、すんごいシンプルでわかりやすいんだけど、すっごい奥深くて、これやり始めたらすっごいハマっちゃいました。グラフィックとか BGM がね結構壮大な感じで、本格的なアクションなのかなって思うんですけど、結構ね育成シミュレーションとかほのぼのしたゲームが好きな人も結構ハマるんじゃないかなと思います。ついね前置きが長くなってしまったんですけど、本題の戦闘力の上げ方について説明していきたいと思います。まず戦闘力っていうのが、この画面左上に書いてある数字のことなんだけど、これ攻撃力やステータスをアップしていくと、この戦闘力の数字が大きくなっていきます。ただね、ステータスむやみやたらに上げてもこの戦闘力って大きくなっていくので、この戦闘力の数字の中身がねちゃんと意味のあるものになってるかどうかっていうのも、このゲームの中でとっても大事なポイントになります。で、戦闘力を上げることができる項目について、だいたい上げるとこんな感じになっていて、まずね一番最初に触っていくのがこのステータス振り分けになります。レベルが上がるとね、一番画面の左上のところにびっくりマークが出てくると思うんだけど、これをタップすると装備やステータスに関わるウィンドウが出てきて、この中のステータス情報をタップするとこんな感じのステータス振り分け画面が出てきて、まあ、レベルが上がるごとにこのボーナスポイントっていうのがもらえて、これを自分の好きなステータスに割り振っていきます。どれに振ったら何が上がるかっていうのがわからなかったら、このおすすめステータスを見てもらったらいいし、でこのステータス情報のボタンは、まあ、どんなステータスがねちょっと今足りてないのかなとか、どんなステータスが今伸びてるからもうちょっと伸ばそうかなとかっていうのが、まあ、数字でね現れてるので、ぜひね見てもらったらいいかなと思います。でロハン M ってこのボーナスポイントの振り分けを簡単にね初期化することができるんですよね。でこれって次に紹介する装備育成のところのステータスアップが結構大きいので、まあ、それをメインに考えて、まあ、それの足りないところをこのボーナスポイントで補ったり、狩りに行くときにね狩り場に合わせてステータス変えたり、あとパーティーで狩りに行くときに、まあ、立ち回りに合わせて変えてみたりとかね、こう立ち回りに合わせてねステフ率度変えられるので、これは結構ありがたいなと思います。そんな感じでねレベリングしてたら、すぐカバンの中身が装備でいっぱいになるんじゃないかなと思うんだけど、私がロハン M で一番面白いって思ってるこの装備育成のところは、この敵からドロップした装備を鍛えていくところから始まります。ロハン M では武器や防具をね育てていけるコンテンツが3つあって、メニューの中にあるレベルアップ、強化、調合の3つになります。で序盤からねどんどん触っていってほしいのがこのレベルアップと調合で、で簡単に説明すると、まずレベルアップで、まあ、いらない装備とか成長石を使って装備のレベルをマックスにして、でレベルマックスにした装備と、もう一個素材になる装備を調合して、もう一つね高い等級の装備を作っていきます。でここではどの装備とどの装備を調合させるかっていうのがとっても大事で、で装備をね見てもらったらわかるんだけど、同じ装備でもステータスが一個一個全然違うんですよね。で調合する2つの装備のステータスって合算されるんですよね。これねやりたい立ち回りに合わせて本当に自由にステータスを組むことができるシステムで、例えばね私今メイジ選んでるんだけど、これで火力を伸ばそうと思った時には、まずいっぱい狩りで装備を集めて、その中で、まあ、インテとクリティカルダメージ増加が乗ってる装備を、まあ、バーッと選んで、でまあそれをね強化して調合、強化して調合っていう風にしていくと、まあ私の考える最強の装備っていうのができちゃうわけです。火力だけじゃなくてね、放置狩りのためにもちょっと防御力を持ったものであったり、あとはねこのゲーム PVP があるので対人向けに装備整えたりとか、これ本当に自由にステータス組めるので、本当にこだわり始めたら止まらなくなっちゃうし、そうやって作った装備ですごい愛着が湧いてしまって、なかなかね抜け出せなくなっちゃう人も多いんじゃないかなと思います。はい、で身につけられるものといえば、もう一つねコスチューム、紋章っていうものがあって、メニューの中のコスチュームっていうのを開いてもらって、まあ、例えばねコレクションとかを見てもらえると、まあ、どんなコスチュームがあるかっていうのが見れるんだけど、これね見た目や性別を変えてもらえるだけじゃなくて、結構大きなステータスアップもつきます。こんな可愛いコスチュームってどうせ課金なんでしょって思ってたんだけど、イベントでももらえるし、あと闇市場の無料ボーナスでも1日1回無料のアバガチャが引けるんだけど、コスチューム紋章もね同じ等級のものを2つ用意すると合成することができ、もう一個上の等級のコスチュームや紋章が手に入ります。なので時間はかかっちゃうんだけど、無課金でもコスチューム集めることはできます。まあでもね、周りに可愛いコスチューム持ってる人がいたら自分も回しちゃうんだろうな、気をつけなきゃ。
で、次はスキルの中のパッシブスキルになるんだけど、これもね、戦闘力少しだけど上がります。一つだけね、ここで注意しておいてほしいのが、このパッシブスキルって3つそれぞれ並んでると思うんだけど、解放してもセットできるのがこの3つの中の1つだけで、しかもその解放にもね、結構貴重なアイテム使うので、ここだけはね、自分のプレイスタイルに合わせてちょっと慎重に選んでもらった方がいいかなと思います。で、次、ルーンね、ルーンのページを開くと、5つルーンが並んでるページが出てくると思うんだけど、これ全部まず解放してもらって、まあ、強化して進化させていくと、それに対応したステータスがアップしていきます。で、これ強化するのも進化させるのもそれぞれね、対応したアイテムが必要になるんだけど、強化に必要なルーンの結晶については闇市場の無料ボーナスで毎日無料でもらえるので、急いでなければこれで上げていったらいいんじゃないかなと思います。で、このルーンの強化ってアカウント共通で発揮されるので、まあ、上げておくと、まあ、サブキャラとか作るときにね、とっても助かるんじゃないかなと思います。最後、ペットね、ペットにもステータスアップがちょっとだけついてるんだけど、それよりもペット機能がとっても便利で、このゴールデンモンキーなんかは装備アイテムを自動で売ったり分解したりしてくれるんだけど、これね、ロハン M ではカバンの重量が一定以上になるとペナルティがつくようになってて、装備厳選のためにね、放置狩りとかしてたらすぐいっぱいになって、最終的にはもう走れない、スキル打てないっていうような状況になっちゃうので、せっかくね、素材集めのために放置狩りしてるのに、素材が集まらなくなっちゃうっていう状況になるのをこのゴールデンモンキーは防いでくれるので、本気で厳選をしようと思ってる人にはとってもありがたい機能を持ってるペットになります。というところでね、戦闘力アップができる項目について大枠はね、大体抑えられたんじゃないかなと思うんですけど、他にもね、精霊石っていうものがあるんですけど、これ古代等級以上の装備じゃないと付けられないものになるので、ロハン M をやり込んだ先のコンテンツになるので、もやりながらね、ちょっといろいろ試してみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。かいつまみつつのね、駆け足の攻略解説になってしまったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか？ロハン M ってこの育成のところがね、本当に楽しいゲームで、これ伝われと思って作ったんですけど、少しでも伝わったら嬉しいなと思います。今回説明した戦闘力が上がるところっていうのも、やっぱりこの育成に関わるところがほとんどだったんじゃないかなと思うんですけど、ロハン M はこうやって楽しく育成して楽しく強くなるっていうようなゲームなので、本当にね、幅広い人におすすめできるゲームなんじゃないかなと思います。というところでね、ロハン M 戦闘力の上げ方についての攻略は以上にしたいと思います。また次の動画、もしくはゲームの中でお会いしましょう。さようなら。